ずらの社食のお話ありがとうございます。とんでもないです。こっからすごいいっぱい喋ってもらうから。なるほど、はい、頼むよ。はい、こんな感じで遊んでいくっていう感じですよ。いやいや、かなりバカな役でしたよ。でもいや、いいスープの話よ。吉美用ボンドリっていう。いや、いいねえ、股関節からお尻よしかないもっとお尻よし、すごい。お尻から声優なんて全員自称ですからね、うん、そうなんですよ。書いてあることが読めれば、書いてあることが、それ難しいね。